もう着くぜ。社長はすぐそこだ。まだ若いが百獣の王って感じだからね。存分に緊張しな。しなくていいじゃないんだ。どいて。走れ。おい、なんだこりゃ。キミカアンド絶賛点検中だよ。そのまま待ってて。怖がらないで、ただのファイアウォールだよ。全然痛くない。やべえ。終わったか。悪い、遅くなった。これが百獣の王、白皮重工のボス。はじめまして。ああ、これはこれはプロ騎士さん、ついて早々申し訳ない。社長と待っていたところだ。え、じゃあ、あなたは…何すんだ、グレース、おろせ。こちらが我が社の社長だ。おろせってんだろ。白義重工社長のクレタ・ベロボーグ。女の子の声。あそこだ。分かってるわよ。マッシロ君との仲を引き裂く気でしょ。ああ、デモリッシャー、会わないうちに一発の乙女になって。グレース、おい、落ち着け。だがマッシロ君とは白いのか。まさかあの作りかけのビルか。作りかけです。私、マシロ君と一生添い遂げるの。だから今なら取り消しなさいよ。まずいな、戦いの音を聞きつけてエーテリアスが集まってきたぞ。やだ、マシロ君から降りてよ。バッチリ手で彼に触らないで。あっち行ってよ。これ以上失礼なことされたら私、私めった切りにしてやったよな、カビの生えたカストロレ。急に表現しやがった。驚いた、これが恋する乙女のパワーってやつ。 1.4 トンのチェーンソーぶん回してエーテルと電気のハイブリッドで動く乙女がどこにいいんだよ。待ってくれ、デモリッシャーさん、そっちは。マシロ君、しっかりして。マシロ君、さっきの一撃で体力壁が壊れたか。そんな、マシロ君、全部私のせいだ。自分を責める必要はないさ。むしろ私は君におめでとうと言いたいくらいだよ。おい、クレース、自分が今何を言ってるかちゃんと分かってるのか。しまった、グレースはメカには強いが恋愛は経験ゼロのど素人なんだ。顔を上げて周りを見てごらん。マシロ君が君を抱きしめてるよ。これは建物にとって一生に一度しか交わせない抱擁さ。彼はそれを君に捧げた上、エーテリアスからも守ってくれた。素敵な恋人じゃない。君はビルを見る目があるね。大丈夫、これは永遠の別れじゃないさ。私たちがそうさせない。ほら、一緒に帰ろう。
みんなで力を合わせて新たな土地に真城くんを立て直そう。重機にしちゃずいぶんすばしっこいな。やろう、どさくさに紛れてずらかるつもりで。無駄な努力お疲れさん。そろそろ諦めたらどうや。会社には戻らへんで。俺ちゃんは堂々たる男だよ。しょうもない雑務に収まる器ちゃうねんぞ。待つんだ、業務内容に不満があるなら社内で調整できる。これ以上騒いだらエーテリアスに嗅ぎつけられてしまうよ。ひとまず私たちと帰ろう。ホロー用工業デュアルショベルハンス。ジャケージや、そのダッサい名前で呼ぶな。俺ちゃんのメンツが丸つぶれや。男の名前はな、己で決めるもんなんや。それもパンチを効いたしっぽい名前やないとあかん。せや、今日から俺ちゃんの名前は、うわ、な、なんや、エーテリアスの向かい。やめんかい、離せっちゅうに。くそ、俺ちゃんの金星もここまでかいな。男だなんだとほざいといてよ、てめえの覚悟はその程度のもんかよ。自分なんで助けたんや。立派な夢があんだろうが、そう簡単に諦めちまったらもったいねえと思わねえのか。忘れたとは言わせねえ。俺ら二人の真剣勝負、決着はついてねえだろう。せやったな、安藤の兄貴。何これ。ツッコミどころは多々あるけど、この子はもう大丈夫みたいだね。兄貴、ほな俺ちゃん帰るわ。兄貴を見習って本物の男になるための修行をするんや。小さいことからコツコツやるで。よ、一緒に頑張ろうぜ兄弟。そういや、まだお前の新しい名前を聞いてなかった。俺ちゃんの新しい名前はな、黒金団地100連成功エンジン点灯ハンス。いや、ハンス入ってんじゃん。いたぞ、3型ホロー用工業パイルドライバーフライデー。気づかれたぞ。どんな性格になってるか知らんが。何の、もう問題児を2台説得してんだ。こいつの話も聞いてやら。突っ込んでくれ。に、逃げた。ぼさっとすんな、すぐ追うぞ。諦めろフライデー、もう逃げ場はねえぞ。こいつさっきから一言も喋らねえが、言語モジュールがぶっ壊れてんじゃねえだろうな。それはねえな、明らかにうちらの言葉を理解してやがる。おい、もう小芝居はやめろ。お互い腹を割って話そうぜ。逃走した3台の重機のうち1台は自己実現にお熱な堅物、もう1台は恋する乙女で、お前は何者だ、何が目的だ。なんだよ、お前にも何かしらあんだろ、妙なキャラ付けが。カーズ無礼者。はあ、キャラだと、少子千万、凡俗の男たちが無礼にも口を挟み我が使命を阻むとは。
我こそは明朝の断罪者、我が死の命を受けこの地の封印を固めに参ったのだ。控えろ。明朝の断罪者、おまけに封印だ。なるほどな、こういうの中二病って言うんだろ。妄想も大概にしろってんだ。フォローの中を走り回ったら危ねえだろうが。お主らこそかようなざれ言を。封印がひとたび破れた暁にはこの地に破滅が訪れるのだぞ。いたしかたなし、ここは問答無用で突破するのに。おい待ちやがれ。我が死を今はせさんじます。かわされた。ベン、奴を止めろ。できることなら穏便に解決したかったんだが。悪く思うなよ。よくやったベン。グレイス、今だ。はいはい、任せて。お姉さん、想像力が豊かな子は嫌いじゃないよ。でも続きは帰ってからにしよっか。よさぬか。封印が危ういというのに何故我を阻むのだ。待て、話せばわかるって。だからやめてくれ。ち、普通に喋れるじゃねえか。聞いてくれ、嘘はついてないんだって。本当に我が子ホルスの声が聞こえたんだ。彼の期待に背くわけにはいかないんだよ。どういうことだ。なんでそいつの名前が出てきやがる。その名前を最後に聞いたのはいつだったっけな。ホルス・ベロボーグ、白銀重工の先代社長、私の親父だ。クレタ、見てくれ。この前ダディが話した白銀重工独自開発の知能重工業機械だぞ。これがプロトタイプ？いつになったら完成するの？完成させるにはね、お金をたくさんかけないといけないんだ。ダディの会社にはまだ十分なお金がないし、立派な機械を作れるような生産ラインもない。だが心配ない、絶対に我が娘をダディの知能重機に乗せてみせる。こいつはただの機械じゃない、ダディの作った心臓が入ってる。危険なフォローで働ける上にクレタの言葉もわかるんだぞ。わあ。クレタ、さあ名前をつけてくれ。名前を呼べばきっとクレタの願いに応えてくれる。ダディ、ダディ、今日は一緒に遊ぼうって約束したのに。クレタ、すまない、ダディは今忙しいんだ。新しいプロジェクトの競争入札、プロトタイプの外注費、パイオニア記念広場の完了検査。少し待っていてくれ、すぐに終わる。本当だ。なんだ、ダディの嘘つき。なんだって？ホルスさん、分かっていらっしゃいますよね。ここはお互いのためにも。ダディ、見て見ぬふりをしろとでも言うのか。ふざけるな、はっきり言え。あの中には一体何が。 おい答えろ。ダディ、どこに行くの？一人でお留守番なんてやだよ。私も一緒に行く。な、クレタ、わがままを言うんじゃない。ダディは大事な用事で出かけるんだ。おとなしく家でお留守番してくれ。すぐ帰ってくる、ダディとの約束だ。そうしてあいつは私の前から姿を消した。嘘つき。
社長、社長。あ、呼んだか、ペン。ああ、依頼が完了したからプロキシさんがボンプを回収しに来た。着いたぞ。白銀重工が工事を請け負っていたかつての記念広場だ。おい、見ろよ、モニュメントのとこに。なんだ、あの白くてでけえのは。つつましやかな配色、端正なシルエット、間違いない、あれがプロトタイプだよ。だけどこの奇妙な状態は一体。確かに不自然だな。まるでプロトタイプがモニュメントを支えてるようだ。ここで何があったってんだ。ベン、アンド、モニュメントの付近を調べろ。私はプロ騎士と姉貴で操縦席を見てくる。よっす。よいしょっと。二人とも気をつけて。プロトタイプはもう長いことフォローにいる。部分的に侵食があるかもだよ。安心しな、姉貴。機密性が高いからか、操縦席の中は割と綺麗だぜ。お？な、これは間違いない、弾痕だよ。しかも一つじゃない。周りを見てくれた。狭い操縦席のあちこちに撃たれた跡があるよ。一体何がどうなってやがる。薬莢もここに落ちてる。至近距離で撃ったんだね。操縦席の中で激しく争ったのかも。けど時間が経ちすぎて撃たれた人がいるかまではちょっとわからないね。コンソールの上に請求書？待って、これって。ベン、アンド、来てくれ。プロキシがとんでもねえもんを見つけた。どうしたんだ、社長。これを見ろ。これはプロトタイプの引き渡し指示書。ホルス社長のサインに金額と日付まであるぞ。会社の帳簿から消えた金額とも合致してる。日付もホルスさんが失踪した日だよ。つまりホルスさんがお金を持ち出したのはプロトタイプの費用の支払いのため。ふん、ホルスさんみてえに正義を重んじる男が持ち逃げなんてこすい真似するはずねえと思ってたぜ。この引き渡し指示書があればやっと先代の汚名を晴らせるってもんだ。待ってくれ。ということは先代がプロトタイプをここまで操縦してきたのか。先代はなぜそんなことを。その後どうやって姿を消したんだ。確かに疑問だが、今はまだ結論を出せそうにねえな。だがキャビンの中には大量の弾痕があった。多分ここでは何かヤバいことがあったんだ。あいつが、親父が逃げたんじゃねえならもうこの世にはいねえかもしんねえ。くそ！今になって思えばあいつが家を出る前の電話だって。見て見ぬふりをしろとでもだとか、あの中には一体何がだとか。親父のやつきっと何か危ねえことに巻き込まれちまったんだ。けど親父は一体何を見た。どうして誰にも言わねえで。クレタ、落ち着いて。その答えはきっと見つかるよ。プロトタイプを確認したけど、論理コアの外部記憶素子は無事だった。その中に当時の映像記録があるかもしれない。プロトタイプを持ち帰ったらすぐデータの分析にかかるよ。必ずやホルスさん失踪の真相を見つけよう。そうっすよ社長、なんとかなりますって。クレタ、パエトーンはいつだってあんたの力になるよ。みんな、あ、そうだな、社長がこんなんでどうすんだ。よし、ひとまずプロトタイプを会社まで引っ張ってくぞ。
もうちょいこっちだ。焦らずゆっくりな。いいぞ。オーライオーライ。任しとき。殺せ。どんなもんや。行こう。ここにもう用はない。ああ。待たれよ。我は重大なことを忘れてはおらぬか。そう、封印。我が師ホルスは我に封印を固めようと。しかし封印とは一体。おい、あそこになんかいんぞ。エーテリアスには見えないけど、すごいエーテル反応。ヒヤッとしたぜ。なあ、こいつは一体なんて化け物だ。エーテリアスには見えない。人間の侵食体でもないし。リン、どうした。なにこれ。マジか。ハンス、フライデー、答えろ。シグナルロスト、エーテル指数増大、気をつけて。重機を取り込んだ。くそ、これじゃ全員お堕落だ。プロトタイプ。社長、動かすのに手間取ったが、私に任せろ。来い、バケモン。ファイトっすよ、社長。チビちゃん、そのまま押すんだ。モニュメントに向けて。よし。あと少し。もう一丁。様子が変だ。おしみちゃん、無理しないで。プロトタイプに侵食が。くそ、もうちょいなんだ。とっとと動け。クレタ、さあ名前をつけてくれ。名前を呼べばきっとクレタの願いに応えてくれる。親父、もう一回信じていいか。頼む、動け。ゲロイ。なめんなよ。これが白銀重工の誇る捕虜用知能重機だ。
侵食がなんだ、白銀重工の門はな、絶対負けねえんだ。今の白銀重工は悪かねえだろ。